平沼武は、日本の元政治家。衆議院議員、運輸大臣、通商産業大臣、経済産業大臣、立ち上がれ日本代表、日本維新の会代表大貢献国会議員団、代表、次世代の党党首を歴任。養府は、第35代内閣総理大臣で早々時の、平沼紀一郎。東京市渋谷区代々木大船長にて、中川京志郎。 節子夫妻の長男として生まれる。父、京志郎は、群馬県知事、特許庁長官などを歴任した、内務官僚、中川智次郎の四男で、農林中央金庫に勤めていた。その後、三井生命、学校経営、大京石油と職を変え、大京石油の特約店、朝日商班の社長となった。母、節子は、早稲田大学総長を務めた。 平沼義郎の孫、竹雄が2歳の時、教師郎、節子夫妻から早々時の木一郎が、一家用紙として迎えた。麻布中学校、麻布高等学校を経て、慶応義塾大学法学部法律学科を卒業。1962年4月に東宝石に入社。配属先は、ガラス繊維営業部。佐藤栄作、中川一郎の秘書を経て、 憲法改正を全面に掲げ1976年の第34回衆議院議員総選挙。1979年の第35回衆議院議員総選挙に立候補するが連続して落選。1980年の第36回衆議院議員総選挙にて旧岡山一区で自民党から立候補して初当選する。以後12回連続当選。 この間石原慎太郎、亀井静香、中川翔一といった中川一郎に近い保守派の議員らと行動を共にする。1995年村山改造内閣で運輸大臣として初入閣。この時村山内閣の閣僚として村山談話に署名した。その後も第二次森内閣で通商産業大臣に第二次。 森内閣で初代経済産業大臣に第一次小泉内閣でも再び経済産業大臣に任命された。自民党では中川率いる自由革新同友会に所属し、中川の死後は石原らと共に政和会へ合流した。政和会を離脱した亀井グループと中曽根康弘が率いていた旧渡辺派が合流し、志卒会が発足。 名称は、初代事務総長である平沼の命名による。なお、政治家の年金未納問題が注目された際に、年金の未納が発覚している。自民党では、小泉内閣後期、拉致問題や政治手法の違いから徐々に、溝が生じ、2005年7月5日、郵政民営化法案の衆議院本会議採決で、反対票を投じた。このため、 同年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では自民党の公認を得られず無所属で出馬。自民党公認の安倍敏子を破り9回目の当選を果たした。特別国会の主犯指名選挙では小泉純一郎に投票したが優勢法案の衆議院再採決では反対票を投じた。解散総選挙で自民党を非公認になり、 無所属で当選した13人のうち再び反対票を投じたのは平沼和人であった。郵政と選挙における行動によって自民党から平沼に対して離党勧告処分が下った。ただ、法案に再び反対した平沼には除名処分が確実と言われていたが、主犯指名選挙では小泉純一郎に投票したため離党勧告処分に、 とどまったに投票したため、除名処分となった。2006年10月以降に注目された、郵政造反組副党問題では、部所属造反議員の中心となり、自民党執行部との交渉役となっていたが、自民党幹事長の中川秀直から要求された、副党条件に反発した。中川と平沼の交渉が注目され、二人がかつて、 同じ三鈴派にところ属していた時代の過去の確執も取り上げられた。結局、副党では制約書にただ一人署名せず、他の11人の副党を先行させる傍ら自らの副党は見送る判断をした。脳梗塞のため、12月から入院、同年2月22日退院した。その後も、正解復帰へ向けて体のリハビリを続け、同年5月10日に、 衆議院本会議に出席し、政治活動を再開した。同年9月29日の読売新聞らマスコミの報道により、政治資金収支報告書の内訳が報じられ、平沼の集金力は、亀井静香、中川秀直に次3番手であった。12月4日、安倍内閣大臣以降停滞していた、保守政治再建のための勉強会を立ち上げた。会長には、 中川正一が期、平沼は、同会の最高顧問に就任した。また、11月28日に行われた同会の準備会合では、東トルキスタンの人権活動家、ラビアカーディルが招かれ、東トルキスタンにおける、中国政府の弾圧、強制移住の実態などが話し合われた。12月17日には、中川勉強会の正式名称が、新。 保守政策研究会に決定。2008年2月18日、民主進歩党主席で、中華民国総統の陳水編から、日体友好に長年にわたって寄与した功績により、大樹形成勲章を授与された。同年5月20日には、先の選挙で、民進党を破り、新たに同国の総統に就任した、中国国民党主席の馬英級の就任式に、 出席した。5月、占領下の1949年に GHQ が出した国公率の小中学生に安国神社の参拝及び宗教的施設への訪問禁止に対する通達について質問主意書を送付した。これについて政府側は1952年の主権回復に伴い同通達は執行しており、 小中学生の靖国神社訪問は問題はないとの回答を平沼側に言った。2009年7月22日、都内のホテルで、保守系無所属の元衆議院議員や地方議員らで作る平沼グループの結成を発表。平沼は新しい第三局を目指しており、衆院選後に新党を結成する方針を明かした。また、総務大臣を辞任した。 鳩山国夫や自民党を離党した渡辺義美らとの連携にも含みを持たせた。8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙では前回と同様無所属で出馬。この時も自民党公認の安倍敏子と民主党公認新人候補者を破り10回目の当選を果たした。9月15日には平沼グループで当選した。 木内実、小泉隆二と共に、国益と国民の生活を守る会を、結成、独立の会派で活動することとなった。12月2日、自民党岡山県連は、平沼へ、自民党への復党を要請した。県連幹部から、復党要請に対し平沼は、同志と、よく相談したい。拙速を避けてじっくりと考えたいと述べ、復党に慎重な考えを示した。 平沼は、総選挙直後にも、安倍や麻生太郎から、自民党への副党と2009年自由民主党、総裁選挙への立候補を打診されたが、自民党に戻れば、推薦に20人は集まるかもしれないが、総裁選に勝つことはできないだろうとして、これを断った。2010年1月16日、岡山県津山市で開かれた、講演会新年会にて、 次期参院選に向けた対応について自民党としっかり連携していくとと,ともに新しい流れ、新しい政党を作ると述べ参院選前に新党を結成する考えを明言し自民党との連携も明言した。また民主党政権について自民党以上に近県体質を持っている。鳩山幸男首相は 母親から12億円もらっておきながら知らなかったと平気で嘘をつく。小沢一郎幹事長も秘書が逮捕されても幹事長を続けている民主党は衆院で多数を取ってやりたい放題やっている。その上参院で単独過半数を取ったら日本に全体主義が生まれる恐れがある。そうなったら日本はおしまいだと述べた。三月十九日 自民党幹事長の大島忠盛と会談した。会談で平沼は次期参院選で地元の岡山県選挙区から出馬する自民党候補への支援を約束したとされる。実際、立ち上がれ日本は第22回参議院議員通常選挙において岡山県選挙区の自民党新人候補に推薦を出している。 BNN プラス北海道365が2010年3月22日から3月28日の間に実施した新党結成を期待する議員は誰ですかというアンケートで全体の6割以上に当たる102票を獲得し1位となった。2010年4月10日自民党を離党した与謝野香る、園田博之らと共に新たな保守新党。 立ち上がれ、日本を結成。平沼が、同党の代表を務めることとなり、同時に、衆議院会派、国益と国民の生活を守る会を離脱した。2010年4月17日、永住外国人への地方選挙権付与に反対する、集会に参加し、命を懸けて頑張ると述べた。2010年8月15日、みんなで、靖国神社に参拝する。 国会議員の会のメンバーらと共に、安国神社に参拝した。その後立ち上がれ日本は、石原慎太郎が、東京都知事の職を辞した際に、新たな保守勢力の結集を目指して、彼を迎え入れ、2012年11月13日、太陽の塔に、透明変更。平沼は、石原と共に共同代表となった。しかしその3日後に、衆議院は解散。 2012年11月17日、太陽の塔は、いわゆる第三局の結集を目指すため、日本維新の会と合併して解散することになった。衆議院の解散で、国会議員は失職したものの、新たに国会議員団代表に就くことになった。12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙では、日本維新の会公認で出馬。 自民党公認の安倍敏子と民主党公認新人候補者を再び破り、11回目の当選を果たした。2014年7月31日に日本維新の会が回答し、石原慎太郎を支持するグループは8月1日に次世代の党を決闘した。平沼は党首に就任した。12月14日に行われた第47回衆議院議員総選挙に、 出馬し、自民党公認の安倍敏子を破り、12回目の当選を果たした。しかし、次世代の党の当選者は、平沼と、園田博之の2名にとどまった。2015年9月25日、園田と共に次世代の党を離党。両者の離党後に、自民党岡山県連は、党本部に対して、副党願いを提出した。また、 河村武雄や野田聖子なども同日に、平沼の副党要請書を谷垣定一幹事長に提出した。10月2日、自民党党紀委員会はその他も含めて、副党を承認し、正式に自民党へ副党した。2017年9月22日、自身の高齢と脳梗塞での後遺症を理由に第48回衆議院議員総選挙に立候補せず、 政界を引退する決意を固めたことが報道によって明らかとなった。自身の後継候補として、次男の平沼章二郎を擁立する方針であることも明らかとなった。10月6日、自民党は、岡山3区での公認候補擁立を見送り、安倍敏子と平沼章二郎をいずれも無所属で出馬させ、当選した方を追加公認することを決定した。 と、東岡山三区支部長の安倍は、推薦にとどめた。10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙で、次男の翔二郎は安倍に敗れ落選した。2021年10月31日に実施された、第49回衆議院議員総選挙にも、無所属で出馬し、前回敗れた安倍に1万3000票余りの差をつけて、初当選した。義母。 徳川和子は、会津松平家元投手、松平康尾の四女。康尾の次女は、稲葉死者家元投手の稲葉忠だ死害に嫁ぎ、忠だ死の姉が、明治期の横浜財界のリーダーだった、小野光景の三男哲郎に嫁いでいるため、小野家の経緯を通して、元外交官の来栖三郎、両親子、さらに、竹雄と同郷人である、元プロ野球選手の星野千一と、 縁石関係になる。また、松平康尾の兄である、松平武雄の系緯を通して、元横浜市長で同姓の平沼良蔵とも縁石関係になる。飯田信信、飯田兼明節子。平沼吉郎博士女、家井正夫。信子。平沼進。平沼武雄平沼喜一郎。平沼京志郎。 芸師男、中川智次郎男、定治女、徳川義信、徳川義久、徳川義光雅子、菊子、徳川義友、高松宮信人親王大正天皇、昭和天皇、昭人上皇、個人サイトなし、ありがとうございます。